簡単に自己紹介お願いします。さつき大のみなすぼくんの4歳児を担任しています。よろしくお願いします。今って何年目ですか？今は3年目です。3年目なんです。はい。新卒でルミナス保育園に入所されたんですか？はい、そうです。あ、そうなんですね。どこの学校出身ですか？田園調布学園大学出身です。田園調布学園大学、はい、4年生大学？4年生です。なんか思い出ってありますか？思い出はゼミの思い出があります。何ゼミだったんですか？私のゼミはどちらかというと保育というよりはいろんなものを勉強できるものだったんですけど、その先生にお子さんがいたのでゼミの時間内に夢パークって言って、はい、保育園とはちょっと違うんですけど保育園と公園の間みたいな施設に行って一緒にその先生のお子さんと遊びに行った思い出があります。楽しそうですね。はい。2つ目は保育の学校だったのでいろんなの制作物を友達と一緒に作ったりとかしたことですかね。友達結構できましたか？そうですね。人数も多分他の大学よりも少ないので関わる人数と関わる期間がすごい多かったなって思います。あー、なるほど。コロナ禍だったんですか？最後の4年生の時がコロナ禍でした。4年生の時ってあんま学校は行かなかった？もともと4年生になると授業も少なくなってくるので、はい、そんなに大変なことはなかったかなと思います。そうだったんですね。田園調布学園大学で学んだことって今どうやって生きてますか？学んだことはそれこそピアノだったり手遊びだったり体を動かすことだったり技術をたくさん実践して学んできたのでそれが今働いていてすごい良かったなと思います。なるほど。すごく生きてるんですね。はい。学んだことが。ピアノとかはもともとできたんですか？ピアノはもともと習ってました。弾き歌いとかも習ったりするんですか？弾き歌いも一緒に練習をしてテストがあります。テストがあるんですね。一発で合格できるものなんですか？はい。みんなの前で発表っていう感じなんですけど結構緊張する中でやるので今のその環境にはすごい生きてるなと思います。あー、よかったですね。ルミナス保育園との出会いは何だったんですか？ルミナス保育園との出会いは大学内 の, その就職のいろんな保育園さんが来てくれてお話をしてくださるところにルミナス保育園さんが来てくださっててそこでお話を聞いて園見学に行こうと思いました。なるほど。実際に園見学行ってみてどうでしたか？どの先生方もすごい明るくて挨拶してくれてどこの園に行ってもこうなんか楽しそうな雰囲気が出てます。あ、素敵ですね。ルミナス保育園ってどんな人が向いてますか？ルミナス保育園は一つは子供のことが大好きな人とあとはこう人と関わる場でもあるのでこういろんな会話を楽しんだりできる人がすごい向いてるなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。またインタビューさせてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。